こんにちは。今日はですね、多摩川の支流にやってきてます。いつもフライフィッシングで鯉を釣るのに、こういうねファンそっくりのくらいで釣るんですよ。これはね非常に面白いんですよ。なぜかというと、水面に浮かしといてパクッと食いつくのが見えるから。でも誰でも簡単にってわけいかないんですね。フライフィッシングですから、やっぱりフライが触れないと釣れないんで、なかなか初心者には難しいかもしれません。で、私の友人の小田勲さんがなんかしびれるぐらいの引きの強い魚を釣ってみたいというので、鯉釣りに、ご招待したんですが、フライがなかなかうまく触れないので今日は餌釣りします。小田さん、はい、こんにちは。見てください、磯竿にですねスピングリールつけて、で、針をつけてですね流して、これから釣ってみたいと思います。頑張りましょうね。頑張りましょう。お願いします。なんだっけ、最終的にはこういうふうに鳩屋をやるようなでっかいのを釣りたいですよね。はい、頑張りましょうね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。来るよ来るよ来る来る、そのまま置いといて、流さなくていいから、待ってりゃ来るわ。あれで竿をちょっといい分に垂れますね。来るよ来るよ来るよ、今下にいる。ダメだ、糸が見えてんだわ。ということは糸張って OK。 自然に流れてないか。大群。手前にいるやつを。いい。あ、あ、もう一回。あ、来た。さあ、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 ください。立てる。やつじゃん。待ってるんですか。待ってます。え、負けない。ちょっと魚でかいんだ。一生懸命。ゆっくり負けばいい。うん、力弱まったら負けばいいですよ。これをやりたかったわけでしょ。やりたかったネットすくってあげてはないで。おお、でかいじゃん。おお、おお、でかい。おお、オッケー。あとネットに入った瞬間に竿を緩めてね。オッケーって言ってね。よしよし、オッケーオッケーオッケー、でかい。おお、でかい。やりましたね。やりました。見てこの群れ、これでっかいし、すごいね。じゃあ上行きましょう。戻りましょう。もうちょい下流まで流れたら食いそうだね。いるね。ありますね。もうちょっと、濃い。もうちょいだな。あ、来た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 。ちょっと出して出して、糸。オッケー、準備だよ準備だよ、食ってもいいように準備だよ。どんどん出して。いったいった。あ。できるかな。そこでやりましょう。
Oh!